皆さんこんにちは、ビムチャンネルの二神です。この動画では建設業で使われるビム、こちらをですね、皆さんと一緒に学んでいこうというチャンネルになっております。はい、前回なんですけども、第2章レビットの基本操作について理解するという項目を学んでまいりました。今回もその第2章の続きとなりまして、まずは線を引くというところ、それからマウスの操作感、それからオブジェクトの選択の方法、こちらを今回は学んでいきたいと思っております。それでは行ってみましょう。はい、それではまずは線を引くという項目を学んでいきます。今開いているのはですね、前回の続きでありますプロジェクトファイルを開いております。ただ今回線を引くというのはですね、注釈ファミリーというものを作るというところで、線を引くということを学んでいきます。注釈ファミリーというのは 3D 空間ではなく 2D CAD のような 2D 空間です。ここでは注釈ファミリーの作成を通して線の作図練習をします。とまずファミリーテンプレートを開きますということが書かれております。ということなので、プロジェクトファイルではなく、ちょっと一旦ホーム画面に戻ります。このファミリーのところですね、ここから開いていきます。まずは新規作成、ファミリーの新規作成ですね、こちらをクリックいたします。そうしますと、オートデスクで準備しているジャパニーズフォルダーの中に、さらに注釈というものがございます。こちらをダブルクリックで開いていきます。その中に一般注釈メートル単位というデータがございます。こちらがですね、ファミリーテンプレートファイルというデータになりまして、拡張子が .rft レビットファミリーテンプレートの略ですね。拡張子が違うので注意していきましょう。このデータを開いていきます。開くでクリック。はい、そうするとこのようなファミリーのテンプレートを開くことができました。では線をですね、早速書いていきたいと思います。作成タブの中にある線ですね、こちらをクリックいたします。そして描画のところですね、このシンプルな線ですね、こちらを選択した状態で書いていきます。そしてこのサブカテゴリーですね、こちらが一般注釈になっていることを確認しましょう。このカテゴリーっていうのはね、前々回ぐらい勉強した CAD でいうレイヤーみたいなものというところですね。そのサブカテゴリーを一般注釈という名前のもので書いていきます。でこの緑の点線ですね、もともと配置されている緑の点線、こちらは作図のガイドとなるようなもので、参照面というふうに呼ばれているものでございます。そこの中心でですね、1点目をクリックいたします。ちょっとスナップが効いておりますので、この×になっている交点ですね、ここで1点目クリックをいたします。はい、そうするとこのような形になります。でカーソルをですね、ちょっと右側にちょっとこういうふうに持っていきます。ちょっとアップしますね。ここにですね、 45.0 とかですね、こう青い文字で書いてあるもの、これをですね、仮寸法と呼ばれるものでございます。で適当な位置でですね、2点目をクリックしたいと思います。この40、じゃあ45ってなってるところで、ここで左クリック、2点目をクリックします。はい、そうしますと線が今1本書けまして、次どこをクリックしますかということで、連続した線を書くことができるということなんですけども、ここでですね、エスケープボタンを押します。キーボードの左上、エスケープボタンを1回押します。はい、そうしますと線が切れまして、線をですね、ここ1本書くことができました。でさらにもう一度エスケープボタンを押すと、実はですね、これまだ線分のね、線のモードがまだ継続している状態でございまして、さらにもう一度エスケープを押すと元の画面に戻ると、何も選択してない、何もコマンドを発動していない状態に戻るということでございます。これでですね、線をここにですね、1本書くことができました。でですね、このように何かをこう線を選択しているときとか、コマンドを発動しているときに、作業をですね、終了したいと思ったときはですね、2通りのパターンがございまして、まずですね、1つ目は、エスケープボタンを2回連続で押すということです。1回、2回。まあ、今選択しているだけだったので、1回で、エスケープ1回で終わりますけども、例えば何かね、コマンドをこういうふうに発動している状態ですね。その状態では、エスケープを1回、2回というふうに押すことで、デフォルトの状態に戻ることができます。もう一つのやり方は、何かこう選択したり、コマンド発動しているときに、左上のこの修正ボタンですね、こちらをクリックすると、作業終了して、デフォルトの状態に戻ることができます。はい、続きまして、マウスの操作を理解するという項目を学んでいきます。はい、マウスの操作ですね、学んでいきたいと思います。マウスはね、必ず必要なものでございます。まず真ん中のスクロールボタンですね、こちらを押したり、引いたりすることで拡大と縮小をすることができます。それからその中央のスクロールボタンですね、こちらを押し込んでドラッグしたまま、ドラッグしてマウスを動かすと、このような感じで画面移動することができます。
このような形ですね。で、次にですね、そのスクロールボタンをダブルクリックします。真ん中2回押し、そうすると全画面表示ですね。例えばこういう何もないところからスクロールボタンをダブルクリック。そうすると全画面表示。今、この画面にあるオブジェクト、要素をすべて表示するということでございます。それからですね、またちょっと違うところに持っていって、この何も選択してない状態で右クリックするとメニューが現れます。さらにそのメニューの中に全体表示というものがあって、これをクリックします。そうするとこちらもまた全画面表示になります。さっきと同じコマンドですね。次にオブジェクトを選択してみたいと思います。先ほど書いたですね、この1本の線ですね。こちらの線の上でマウスのカーソルをこの上に乗せて、そして左クリックですね。これで選択することができます。で、この選択した状態ですね。オブジェクトを選択した状態で右クリック。この状態で右クリックします。そうすると、またメニューが現れます。こちらはですね、ちょっと修正ボタンを押してキャンセルしていきます。何も選択してないときに右クリックをする。こちらのメニューの内容と、何かオブジェクトを選択した状態で右クリックをした時の状態。こちらがですね、微妙に変わっておりますので、この辺も覚えていきましょう。そして教科書ではですね、ここにプロパティというものがありますけども、ここに今レチェックが入ってますね。これがプロパティってこれのことなんですね。この右クリックからも、これプロパティをクリックすると消すことができたり、さらにもう一度右クリックでプロパティ、こちらを選択すると、プロパティが現れるということでございます。こういう右クリックでもですね、メニューが出てくるということをですね、覚えておきたいと思います。はい、それでは続きまして、要素、線やモデルを選択する方法を理解するという項目を学んでいきたいと思います。はい、この項目は非常に重要な項目でして、何かこうオブジェクトをですね、こう選択する、こういう CAD とかレビットとか、こういうものにとってですね、このオブジェクトを自分が選択したいなと思ったものを正確に選択するっていうことがですね、やっぱり非常に大事になってきます。なのでちょっと分かりやすくするためにオブジェクトをですね、増やしたいと思います。作成タブの線、こちらをクリックして、ちょっと線をですね、いくつかこういう形で書いてみたいと思います。もう一度作成タブの線、今度は斜めのこんな感じの線を書いていきます。で、修正。で、さらに作成タブの線。で、ちょっとこうね、文字のオブジェクトがありますけども、その文字に重なるような形で、ちょっとこんな線も書いてみたいと思います。はい。ここにですね、これをクリックすると、まあ、文字というね、オブジェクトになります。で、これが線分ですね。線分というものになります。この状態で、ちょっと、オブジェクトの選択ということを学んでいきたいと思います。まずは、まあ、先ほどから何度もやっているように、単一選択ということで、マウスのカーソルをその選択したいオブジェクトの上にこう乗せまして、で、左クリックですね。そうすると、この線分を選択することができます。で、ちょっとですね、このハイライト表示ですね。もともと黒いオブジェクトですけども、マウスを乗せると、ちょっと青い感じでハイライトされますよね。これがですね、デフォルトでは青色なんですけども、まあ、私 YouTube でちょっと説明したいので、皆さんに分かりやすくしたいので、この色を変えたいと思います。そのやり方なんですけども、ファイル、それからオプション、こちらをクリックします。そしてグラフィックス、こちらに行きます。グラフィックスということなので、表示の方法ですね。そこに、この選択項目っていうのと、事前選択というものがございます。こちら、クリックして今、現状青なんですけども、ちょっと分かりやすいように赤色に変えていきたいと思います。で、事前選択の方も赤色に変更。この事前選択っていうのがこのハイライト表示のことですね。で、選択項目っていうのは選択したものが、まあ、どのような色で表現されるかというところでございます。で、まあ、青色がですね、まあ、見やすいので、皆さんは青色でいいかなと、デフォルトの青色でいいかなと思いますけども、私はちょっと YouTube 用に赤色に変更していきたいと思います。これで OK を押します。はい、そうすると、このような感じでハイライト表示がちょっと赤色に変わりましたね。こっちの方が皆さん分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは先ほど勉強した、まずは単一選択ということで、ここでクリックします。そうすると線が1本ね、選択することができます。次に選択の追加ということで、1本追加します。まずは線を1個、線分というオブジェクトを1本選択した状態で、今度は次違うところですね、違うところにカーソルを乗せて、コントロール、キーボードのコントロールを押しながら左クリックをします。そうすると選択の追加ということで、この1本とこの1本を追加することができて、2本
選択していることになります。ではもう一本やっていきます。コントロールを押しながら選択したいオブジェクトの上で左クリック、そうすると今3本選択することができております。で次にですね、今度は逆に選択の除外ということでシフトを押しながらこの除外したいオブジェクトで左クリック、そうするとこの斜めの線ですね、今選択が解除されまして今2本になりました。では次はこの水平の線ですね、これもシフトを押しながら左クリック、そうすると選択が解除されてこの1本だけになりました。で次にですね、その先ほどの追加と除外の合わせ技なんですけども、コントロールとシフトを同時押しでクリックすると、例えば今選択されていないもので左クリックをすると追加選択の表示になって、でここでもですねクリック追加になりました。で選択しているものの上で左クリックをすると今度は除外になります。除外で除外みたいな感じで、コントロールとシフトの同時押しでそのようなことができます。続きまして範囲選択ということで、こちらはですねオートキャドと非常によく似ているものなんですけども、マウスのカーソルをですね左側から右側に向かってこのような感じでドラッグしていくと、これは選択ボックスに完全に入ったものだけが選択されます。このような感じで選択ボックスに完全に入ったものだけ、ここでマウスを離します。そうするとこの斜めの1本を選択することができました。では次に右から左に向かってやると、この選択ボックスに触れたものすべてを選択することができます。はい、こんな感じでございます。今線を3本ですね選択することができました。次ですね、選択の循環ということで、これがですね結構レビット独特なものになるんですけども、この要素の上にですねカーソルを持っていきまして、例えばこういうふうに混み合っている時ですね、オブジェクトが混み合っている時によく使うんですけども、このカーソルをその混み合っているところに置いて、そしてキーボードのタブキーですね、タブキーを1回クリックします。そうするとこのハイライトのねものがですねこう変わっているのが確認できると思います。自分が選択したいなと思った要素がハイライトされた時に左クリックを押すとその通りに選択することができるということですね。もう一回やってみたいと思います。例えばこういうふうにこの文字みたいなオブジェクトと線分のオブジェクトがこういうふうに重なっている時ですね、そういうふうに重なっているところにマウスを持ってきてタブキーをこういうふうに押してあげます。1回2回こういうふうにタブキーを何回か押すと、例えばこの状態では線分を選択することができます。でタブキーを押します。この状態では文字を選択することができます。ここで左クリックをします。そうするとこの文字を選択することができます。はい、このような感じで 3D CAD なので、そのやっぱり Z 軸に何かオブジェクトがあったりとかいろんなことがあって要素がかなり込み入ることが多いと思うんですね。そういった時にこのタブキーですねうまく使うといいんじゃないかなというふうに思います。はい、で最後にですね選択の解除ということで、何かこのようにオブジェクトを選択している状態を解除するときは、一つはエスケープを押す、これで解除ができます。もう一つは何もないところで左クリックをする、これでも解除することができます。さらにもう一つ選択している状態でこの左上の修正ボタンですね、こちらをクリックで選択を解除することができます。続きまして元に戻す、やり直すという項目を学んでいきます。これはですねコマンドですね、作業を元に戻したりやり直したりということなんですけども、例えばこの斜めの線分ですね、こちらドラッグすることでこういうふうにこう動かしたりすることができるんですけども、この状態でクイックアクセスツールバーですね、元に戻すというコマンドがございます。こちらを1回クリック、そうすると作業を1個前に戻すことができます。一方でこちらですねやり直しというコマンドがございます。こちらをクリックするとコマンドをですねやり直すことができます。さらにこれをですねショートカット割り当てられておりまして、まず元に戻すというやり方ですね、コントロール Z、 コントロールと Z を同時押しで作業を元に戻すことができます。さらにコントロールと Y 押すと今度はやり直しと同じコマンドになります。キーボードのショートカットが割り当てられているのでうまく使っていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回はですね第2章レビットの基本操作を理解するという項目を学んでまいりました。次回も第2章の続きになるんですけども、オブジェクトをですね移動したり、あと回転したり、それからトリムしたりというですねちょっと CAD のような使い方を学んでいきます。それでは今回の動画は以上になります。
また次回の動画で学んでいきましょう。